我々の時代に訪れる国難。なお、この音声は三橋貴明本人のものではありません。日本国民が97年以降に失った所得。資産の前提ですが、81年から96年までの公的固定資本形成の増加が毎年平均 4.6%、 81年から96年までの名目 GDP の増加イコール毎年 4.8% でした。乗数効果により成長率が公的固定資本形成の増加率をわずかに上回ったと思われます。97年以降も緊縮財政を強行せず、それまで通り公的固定資本形成を拡大していった場合、日本の名目 GDP は1366兆円に達していたでしょう。すなわち97年以降の20年間で喪失した所得の合計はなんと7708兆円、国民1人当たり6000万円でございます。一家4人の家族の場合2億4000万円になります。もちろん上記は名目ですが、実質でも4人家族2億円前後の所得を得られなかったことになります。今後もデフレが続くと、日本国民が得られるはずだったのが得られなかった所得の額は膨らんでいきます。さて、上記は所得を得られなかったという話ですが、実は我が国はある事情により長期的に巨額の所得を損失する可能性に直面しているのです。すなわち首都直下型地震と南海トラフ巨大地震です。首都直下地震被害推計778兆円、南海トラフ巨大地震や首都直下地震が発生した後の長期的な経済被害を専門家の学会が初めて推計しました。このうち南海トラフ巨大地震では、道路の寸断や工場の損害によって20年間の被害が最悪の場合1410兆円に上る恐れがあり、学会は国民生活の水準を低迷される国難になるとして対策の強化を求めています。災害の専門家などで作る土木学会の委員会は、南海トラフ巨大地震や首都直下地震が発生した後の長期的な経済被害を推計し、7日報告書を公表しました。それによりますと、地震の揺れや火災、津波などで道路や港など交通インフラが寸断され、工場などの生産施設が損害を受けることで、長期にわたって国民の所得が減少すると想定されるとしています。こうした影響を計算した場合、地震発生後20年間の経済被害は、いずれも最悪の場合、南海トラフ巨大地震で1410兆円、首都直下地震では778兆円に上る恐れがあることが分かりました。大石久和先生が会長を務める土木学会が、首都直下型地震、南海トラフ巨大地震により、日本国がその後20年間で失うことになる所得の試算を公表しました。その額、首都直下型地震778兆円、南海トラフ巨大地震1410兆円でございます。土木学会の報告書は以下にアップされています。国難をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告書、大地震により我が国の交通インフラ、電力網、工場といった供給能力が破壊され、日本国は生産ができなくなります。GDP 三面等価の原則により、生産イコール支出イコール所得です。日本国はデフレにより、ただでさえ所得が低迷している状況で、大震災により、マイナスの影響を受けることになるのです。しかも長期的に。政府による緊縮財政でデフレが長期化する。政府の移民政策で移民が増え、国民が貧困化し、ナショナリズムが維持不可能になっていく。その状況で首都直下型地震や南海トラフ巨大地震が発生。日本国は存亡の危機を迎えることになります。まさに国難です。願わくば本報告書を可能な限り多くの国民政治家に読んでいただき、今何をするべきなのかを真剣に考えていただきたいです。首都直下型地震や南海トラフ巨大地震の発生確率は30年以内に 70% から 80%。国難は我々の時代に訪れるのです。